これからどこに行くしてます。これからですね、私の大好きなところに行くんですよ。はい、それではですね、今場所に着きました。これからですね、今日はなんかいろんな新しいことを、紹介できると思いますよ。 Come with me, let's talk about New York。ニューヨークがですね、このパブリックスペースを作らなきゃいけないっていう新しいビジョンが決められてるので、ここはですね、ちょうど47丁目っていうところなんですけど、そこのちょうどマリソンのほど間にあります575フェイスアベニューのビジョンです。だからボサボサのまんまやりました。エンディングマシーンこの ATM マシンがあるのは、これアメリカだけですかね。日本の美容院ではあんまりこの ATM マシンってないんじゃないですか。これなんであるか分かりますか。チップの名前なんですよ。アメリカではチップがいるんです。日本はですね、インクルードになってるんですけど、アメリカはこれすごい会社なんです。従業員の人これないと困るじゃないですか。あ、皆さんこんにちは。いまだにですね、この声のこのセクシーボイスが続いてまして、私はね、ひょっとしてこの年で声変わりしたんじゃないかと一瞬思ったんですけど、なんかそうじゃなくて、ただなんか声帯が荒れてるっていうだけだったんですが、なんかインターネット見た時に1ヶ月半以上もこんな声だったら、ひょっとしたらなんかポリープ、がんの可能性があるって、喉頭がんって言われて、もうびっくりしちゃって、ちょっとこの年でがんになったらどうしようと思ったんですけど、でもがんではなくて、ただなんかこの喋りすぎです。ヘッドマッサージして、ここはですね、会員制の高級バー、高級バージョンアルティス、あ、そうですということなんで、はい、私はですね、テキーラをいただいてます。あのね、私はね、よく皆さんに聞かれるんですね、恵子さんのなんか美容法って何かありますかとか、なんか気をつけてることってありますかって言われるんですけど、ヘッドスパはコロナ前は本当によく出て、2週間に1度ぐらいずっとやってて、私は顔のマッサージってしないんです。で、別にしたくないわけじゃないんですけど、まあ簡単に言うと、忙しい私は顔のマッサージをすると化粧を取らなきゃいけないんですよ。あ、そうですね。そうするとまたお化粧すると時間かかるし、はい、あと朝とか、はい、だったらまたいいんですけど、働いてる関係上に、はい、やっぱり一回化粧を取るとまたやらなくちゃいけない、はい、があったので、はい、ヘッドスパっていうのはとりあえずお化粧したままでいいっていう。OK、ユグナビオン。No, you're gonna be a dear by YouTube. Hi! とか言って。Hi, cheers! ね、彼が作ってくれたテキーラを飲みながらですね、今ちょっとお話をしてますけど、そう、まさみさん、確かに。はい、で顔がね、はい、やっぱり前に、はい、私のね、お友達から言われたのは、ええ、頭皮と顔って全部つながってるので、はい、やっぱり皆さん、頭皮はね、あんまりケアしないので。そうですね、でも本当のことを言うと一枚の皮なので、すごい大切だと思って、そう、ずっと、続けてる一つの私の、美容法っていうのかわからないですけど、はい、ですね、顔のマッサージよりもなんか効果がある感じますよね。こうやって拝見してると すごく血行も良くなられてるし、ね、リフトアップされてる感じがしますし、そうですか、であとは例えば自分 のいつも気にしてるってことは、はい、姿勢を気にして、そうですよね、恵子さんいつも姿勢をね、うん、すごく一番ね、なんか年取って見えるって、はい、やっぱりこう背中がこう丸まったりすると、はい、ちょっとこうなんか年齢がいつぐらい上に見えちゃうところがあると思うんですけど、やっぱり私ね、なんで姿勢が良くなかっただったっていうのはいくつか理由があるんですよ、その一つは私って小さいですよね、どっちかってアメリカの中で、どっちかってそうですね、全然小さい、あんまり高くはない、そう小柄ですよね、そうで、よく言うと小柄、で悪く言うと小さい、でアメリカの中で
ぱりこうなんか小さくて姿勢が悪いと、ええ、なんかこうみそぼらしく見えるみたいな。まあまあそうですね、うん、だからそれもあって、ね、姿勢をすごく気をつけてきたね。あの、あと私もですよ、キボさんほらハイヒール履かれるじゃないですか、でハイヒールを履いて姿勢がいいっていうのはやっぱり恵子さんっていう感じがするんですよ。あ、そうですか。日本の女性でも、はい、ハイヒール履かれてる方はいらっしゃるんですよ他にも、だけど日本の女性って割とハイヒールを履いて猫背に履かれてる人が、あとね足から前に出てるというか、足が前っていうかね、足先からちょこまちょこまちょこま、小幅が少ない、だから少し大股で歩いた方が活発に見えるし、それプラス大股で歩いた方がなんか若々しいと思うんですね、だから私は歩くときはそれは意識してます。あまりこれね、あの YouTube の中で言ったことないんですけど、はい、まさみさん歩き方ですよね、歩き方大股で姿勢よく、そう、そう、それ気をつけてることの、すぐ敬語さん的ですよそれ。そうですか、それがティップかな、うん、まあはい、他は何かございます、あの見てる方に割と聞くんですよ、恵子さん の, その美の秘訣を教えてくださいみたいな、あの書かれて、あ、そうです、質問が、ですありがとうございます、あとね、あと気をつけてるっていうのは絶対等身大 の, あのミラーを家の中にいくつも置いてます、はい、いくつ、一ついくつか置いてます、いくつか、あ、なるほど、はい、それはお顔じゃなくてその全身をチェックされてる、顔を化粧した時に全身必ず見ます、っていうのはやっぱりお顔だけ綺麗でも、例えば全体的にバランスが悪い人って結構多いんですよ、あの顔だけね、すごく出てるとか、例えばだからあの口の高さとか、あの雰囲気、だから必ず全身で見てから、ちょっと全身を見てから眉を変えたりする、全身を見てから眉を描くというか、全身を見て、なんとなく見てから頬の、例えばあのなんていうの、チークを濃くすると、それはどうしてですか、それちょっとユニークじゃないですか、だからその修正するんですよ、全身を見てから、いろんなところ、例えば口紅の色をどういうふうに映ってるか、それは例えば洋服を全体的に見ないと、顔だけ見てると分からない。そう思ってます。洋服が黒い洋服着て、全身の人たちと、なんかすごく顔が寂しいって見えたりすると、赤い色によってはね、そうですね、確かにそうですね。そういうふうにしてます。それがやっぱりちょっと、それはなんか素晴らしいチップになります。あの秘訣になりますよね、やっぱり。そうですね。あとね、ケイコさんといえばワンダブラじゃないですか。はい。あのでも今もうワンダブラってないじゃないですか。寄せてあげるみたいな。そう今もあるんです。恵子さん何をお使いなんですか、ワンブラ。変な話。恵子さんといえばワンダブラ。ワンダブラきついんですよ。今はユニクロですよ。そうでもないか。ユニクロあります？そういうなんか寄せてあげるみたいな。寄せたくはないですよね。ユニクロぐらいリラックスの。あのワンダブラを私が日本に持ってって、まあすごく輸入したりで大ブレイクしたんですけども、そうですね、あれはもう何十年も昔ですけども、あの今ね、女性たちがだんだんと胸がべちゃぱいじゃなくなってんじゃない、ここ何十年から。まあ、細いない人もいますけど、ある人も、まあ確かにそうですね、昔に比べたらそうかもしれないですね。そうですね、栄養状態それともうあの昔はそのなんかこう胸のね、この谷間を見せるってことがすごくこうオフェンディックな時にあったけれど、ちょっとだいぶ昔だけど、いや、そうですね、日本は20年ぐらい前で、だってあの会社に行くときに例えば胸を見えるのはダメとか、そうですね、そう、会社とかはそうですね、着けちゃダメとか、結構なんかいろいろとやっぱり規制があるんです、だからそういう意味では、あのなんかやっぱりだいぶ変わってるんじゃないですか。そうですね。じゃあ別に今はおすすめとかはそんなにないんですか、ブラ。はい。ブラのおすすめとかは。そうね。あのただ ね、最近気がついたことあったんですよね。自分で。っていうのは、胸の位置が低いと年取っても。だからそういうことを聞きたかったんですよ。だから姿勢もね、すごく大切だと思うんですけど、全体的に重力で落ちてくる。結局、年取ってると胸が落ちてくるんですよ。で年取ってくると、一般的な人はですね、きついから、ソフトブラをつけるんですよ、ソフトブラをつけるとその重力に合ったところに収まっちゃうんですよ、収まっちゃうんですよ、だからやっぱり胸の位置を高くした方がいいんですよ、私今日思いました、
あ、なるほど。ということはそういうブラをちゃんとしなきゃいけないってことですよね。本当はね。本当はね。本当はね。でも今日はなんかもう、テキーラもあることです。テキーラもある。本当はそれが、それ大切なところ。まあですけど今日ほら。最近気がついたこと。あ、それは最近2週間ぐらい前に気がついた。そういうところがケイコさんすごいですよね。常にこう、上昇というか、常にこう、アップデート美の、なんていうんですかね。新しい試み。発見をして、それにこう、だからトライアルアンドエラーですよ。常にこう、何かを。そうですかね。だけど、それ最近気がついたことなんですよ。結構皆さん、私と同じように気がつかないでいると思うんですよ。なんかソフトブラみたいなのやっちゃって。それはでもどうやって気づいたんですか？それなんか全身の鏡ですか？でもどういうこと？ YouTube を見てる気がする、自分が。あ、ご自分の。うん。なんか、あれってなんか胸の位置が低くないなんて。そうだから客観的にシビアに見られるってことですね、ご自身。そうです。いや、自然にね。うん。だから YouTube を撮るってことは自分にも、はいはい、なんかいいなと思いました。なるほど。いろいろね、ご意見もたくさん来ますけど、で、つまんないとか、いいとか、勉強になったとか、なんかいろんな意見くださって、すごくこう、嬉しいですよね。で、私はコメント全部見ますし、一応全部皆さんには返してますね、できるだけ。あ、それはいいこと、いいことですね、皆さん、やっぱり。で、はい、最近は気がついたのはそれですね、まさかさん。なるほど、なるほど、なるほど。あとは、どうですかね。まあ、たくさん細かいことはたくさんこれまで積み重ねてこられてると思うんですよ。だから意識もしないようなことですね、もうすでに。もう身についてしまって。そうですね。あとはやっぱり、ね、私はやっぱりパーティーに行くのがすごく多いじゃないですか。そうですね。で、パーティーに行くときには必ずどういうパーティーかってことを聞きます。で、日本って言ってくれないじゃないですか。そうなんですよ。日本って言わないんですよ。言わないです。こっちは言うんですよ。この格好に来てくれって言うんです。だから簡単なんですよ、逆に。例えばカクテルドレスに来てくれとか、はい、例えばロングドレスで来てくれとか、はい、ビジネスアタイヤで来てくれとか言ってくれるんですけど、日本って言ってくれないじゃないですか。そうですよ。だから、すごく聞きますね。どういう人の集まりなのか。例えば、女性がすごく多い集まりなのか、男性が多い集まりなのか、でそれによって自分の洋服も変えます。例えばどういうことですか、具体的に。見てる方がね、こうイメージしやすい。例えばビジネスマンばっかり集まる、はい、例えばパーティーだった場合あるんですよね。はい、で、ちょっと黒が多いんですよ。まあそうですね。特に男性が多いと。黒かグレーですよね。そうそうそう、黒とかグレー。その場合は、コンサバティブだけども、派手な色、カラーみたいな。ああ、なるほどね。うん、でもそれも、やっぱある程度ご自分に自信がないとできないじゃないですか。割と日本的な感覚としては、うん、こうブレンドインするというか、みんなが黒なら自分も黒みたいな。でそうだと人が見つけやすい。そうそう。でもなんかそういうメンタリティがあるじゃん。でもそれはやめた方がいいってことですよね。やっぱりそこに、私はね、パーティーに行かれるんだったら、ちゃんとその中でご自身を表現するとか、はい、主張した方がいいってことですよね。そうですね。だから例えば男性が多いときは、はい、コンサバティブな洋服だけども、ね、例えばスーツとか、うん、そういう感じでも、カラーを、はい、黒にしないで、例えば、薄いピンクだとか、はい、こう嫌味にならないような感じの薄いような、カラフルなものになりますね、はい、で例えば女性がすごく多い場合、はい、女性がすごく多い場合は結構大胆な洋服を着てきます。あ、なるほど。だからその中でもこうひときわ自分をこう主張するってことですね。っていうか割ともう、普段ちょっと普通、聞くのよりはちょっと、大胆な感じのものを着ていきます、例えばストッキングでも、すごくこうバーッと穴が開いたストッキングとか、例えばの話ですけど、そういうふうにして遊びます。なるほど、なるほど、うん、でファッションもそういうふうな感じで、いろいろ考えてますね。なるほどね。そういうふうに心がけていらっしゃるってことですよね。そうですね。だからどういう人が集まりかによって自分の服装が決めるってなるんですね。私も。いや、とても参考になりますよ、ね。なります？なりますよ。なります。本当に？なります。よかった。よかった。だったらよかった。やっぱり恵子さんってすごくそういう向上心がすごいんですよね。だから究極に考えると見てらっしゃる方も向上心を強く持って。今言われたことを参考にして頑張れば恵子さんみたいに綺麗に
いやそう、まあ、皆さん綺麗だと思うんですよ、あのね、はい、あともう一つは、はい、皆さん綺麗なんですよ、皆さん美しいんですよ。私ね、すごく最高っていうのすごい有名なメイクアップアーティストに会ったことあるんですよ、はいはい、もう世界でなんかもう大昔、今から30年ぐらい前で、ね、大昔その彼、うん、その彼女が私に言ったんですよ、自分はメイクアップアーティストで有名に名前になってるんだけども、絶対その人の中でチャームポイントには絶対あるはずだと。あ、なるほどね。それを強調するんだって、でそういうことによって、その他のところも綺麗に見えるんですよ。そうだからそうですよね、錯覚じゃないですけど、そこにこう人の意識を集めるってことですよね。はい、恵子さんはご自身でどこを強調されるんですか、チャームポイントとして。私どこでしょう、その理論に習うとすると、ね、ご自身ではやっぱどこかを強調されてるわけですよ。確かに、例えば確かにアンジェリーナ・ジョリーだったら、唇ですよね、彼女のやっぱステートメントというか、他の人とは違う綺麗さですよね。綺麗な人たくさんいますけれども、その彼女独自の綺麗さ。だから私の場合はアメリカに長いんで、やっぱりアメリカ人っていうのはどっちかっていうと目がパッチリしてる人が多いじゃないですか。どっちかっていうと、あの私の場合は目はそのパッチリしてるっていうよりも、どっちかっていうとなんかこう少ない、数が少ない綺麗ながっていうか、あんまりこうちょっと東洋的に妖艶な感じに、どっちかっていうとこう、まあ綺麗ながじゃないんですけど、あのそのパチッとした、そういうのはあんまりやらないですね、わざわざ。なるほどなるほど、でも 目ですね、そしたら。そうですね、それでやっぱりあのどちらかというと私はあのなんていうの、小柄だし、顔もあんまり大きくないので、その辺のところを生かしたような感じの、全体的なスタイルも良くてらっしゃるので、だけどキュートっていう感じ。そうですね、どっちかっていうとこうセクシーっていうよりも、まあアメリカの中では、どっちかっていうとセクシーって言われるよりも、どっちかっていうとキュートだとか、ね、そっちの言葉に合うような感じの、あの持ってるんです。なるほど、だって他にはアメリカのあのセクシーでしょ、セクシーのダイナマイトのセクシー、大きくてなんか何もかも大きい感じ、何もかも大きくてもうバツ無理じゃないですか、ロンドンには多いねって、それだけでも違うですからね、やっぱり自分なりのね、そのいいところを生かしたいなと思って、そうですね、スタートします。私はですね、まず帽子を取りますよ、髪の毛がね、ゴソゴソになったりして、どなたかやってくださるんでしょうか。このバサバサの髪がヘッドスパによって、すごく生きがえるんで、楽しみなんですけど、ね、ヘッドスパっていうのは私の、ビューティーチップスの中でもあのすごく大切な、一つなんですね。顔面のマッサージとかは全然行かないんですけど、ほとんど行ったことないんですが、ヘッドスパだけは昔からずっと続けてます。このヘッドスパのいいのは、あのよく言われてるように、そのね、頭皮のマッサージって顔は全部顔とつながってるので、髪の毛の方が血行良くなることによって、あのなぜ恵子さんヘッドマッサージが好きなのかって言われたら、やっぱりあの頭皮をきれいにすることによって一枚の皮でつながってるので、そこはやっぱりあのみんな割とケアしないんですけど、私は昔からなんかすごくケアしていて、だからまあ他の人に比べてあの白髪がほとんどないというか、この、 あのヘッドスパをリラクゼーションと全部そういうあのヘッドスパの効能みたいなね、日本語だと効能だけど、そういうものを書いたものを、あのこうあのパンフレットみたいにして渡すといいですよね、髪の毛着た人にみんな。で説明するのは難しいんで、そうですね、だからこう小さなパンフレットってあるじゃないですか、ヘッドスパっていう感じで、であの渡して、ジャパニーズね、ジャパニーズヘッドスパで。はい、もうすっかりラックスしたので、なんかお目目が眠いなって。